井浦新は、日本の俳優、ファッションモデル、ファッションデザイナー。本名同じ。旧芸名は新た。ファッションブランドエルニストクリエイティブアクティビティディレクター。一般社団法人匠文,文化機構理事長。東京都日野市出身。ジャングルを経て、テンカラット所属。東京経済大学中退。一浪して入学した、大学在学中の19歳児。 インディーズブランドのコレクションをきっかけにモデル事務所にスカウトされて芸能界入り。デビュー当初は本名で活動し、その後新たを芸名としていた。もともとは役者志望で芸能界に入ったわけではなかったので、最初は演技の仕事は記念のつもりぐらいでやっていたという。そのため俳優という立場に自分の気持ちが追いつけなかったという意味では、 閉塞感に近いものはあった。それこそ作品の撮影終了後に作品の宣伝活動をするということも想像もつかなかったほどであるとしている。ファッションモデルとしてメンズノンの,のアンアン、スマート、チェックメイト、アサヤンほか各ファッション誌の表紙を飾る。1990年代後半にはパリコレクションをはじめ東京コレクションなどで常にシーズンのトップモデルとして 出演を果たす。1998年11月に独自ブランドリボルバーをオープンする。リボルバー内でショーリリースラインのファレルを展開。2007年から改名し、自身のブランドエルニストクリエイティブアクティビティを持って独立し、本格的なデザイン活動を展開している。俳優業では1999年公開のワンダフルライフのオーディションを受け、 映画初主演。2002年公開のピンポンで注目を集め、2005年に発売された書籍メガネ男子にて好きなメガネ男子1位になっている。2004年公開の青い車ではセルフスタイリングで自身のブランドであったリボルバーを着用して出演している。2010年に放送されたドラマチェース国税査察官に出演し、 第65回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞助演団優勝を受賞。映画だけでなく、テレビドラマや舞台にも出演し、活動の幅を広げている。長らく、新た名義で活動していたが、2012年の平野清盛に本名で出演することが2011年11月に番組公式ホームページで明らかにされ、2012年より、所属事務所の公式ホームページに、 本名で活動することが告知された。芸名を本名に戻す理由について、2012年6月に公開された映画11.25自決の日三島幸男と若者たちに三島役で出演した際に、三島さんを演じた役者の名前がアルファベット表記でエンドロールに出ることは好ましくないと考えたからと述べている。2012年10月に、 映画監督の若松浩二が指揮をした際は、晩年の作品に多数出演していた縁で、国別式で長寿を読んだ。同年、ベストジーニスト、ベストフォーマリストの2章を受賞した。12月22日から2013年3月3日に、箱根彫刻の森美術館にて、初の写真展を開催した。 2013年4月より京都国立博物館の文化大使に就任し、NHK の教養番組、日曜美術館司会、文化財修復保護や日本の伝統工芸継承の支援などを目的とする一般社団法人匠文化機構の理事長に就任するなど、美術や伝統工芸に強い関心を持ち活動している。ありがとうございます。